はいこんにちは仏教大学オープンラーニングセンターの講座にお越しくださりありがとうございます、えー、Zoom でご参加の皆さんも、えー、ご覧いただきありがとうございます、えー、仏教大学教育学部臨床心理学科の牧と申しますよろしくお願いいたしますはい、えー、私のお話は学校における支援の基本、えー、一から学ぶ学校臨床ということでお話をしていきたいと思います え少し余談かもしれませんが、えー、最初このお話をあのいただいたときに、まあ、専門職講座をしてもらえませんかということを、えー、オープンラーニングセンターの方から言われたときに、最初私が思ったのは、スクールカウンセラーを対象にした講座をしようと思ったんです。えー、臨床心理士を対象にえ講座を開くということを考えました。ただその後ちょっと考えて、えー、学校現場で支援に携わっている人は、スクールカウンセラーに限らないと。 例えば退職された先生であったり、えー、学生のボランティアであったり、いろんな方が学校現場で支援に関わっておられます。で、スクールカウンセラー、学校の先生、えー、いろんな方が関わっている中で、当然行っている内容は違うと思うんです。行っている内容は違うんですけど、実は姿勢として、ものすごく基本的な姿勢は共通ではないかと思っています。あまり乱暴に言っては言い過ぎかもしれませんけど、 子供への支援の基本というのがある気がするんです。それを改めてお話しするという講座を開くことにしました。ですので、スクールカウンセラーとか、学校の先生とかに限らず、どんな立場の方であっても、子供の支援に携わる立場の人に何らかのヒントになればいいなと思いながらお話をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。そして、えー、今日のテーマに入る前に、この講座全体についての トピックといいますか、あの姿勢をお伝えしておきたいと思います。えー、子どもの支援と一言で言っても、本当にいろんなことが含まれていると思います。例えば、先ほどもお話ししたように、あの学校にはいろんな支援者の方がいると思うんです。でさらに、えー、支援を必要としている子どもというのも、えー、どの年齢の子どもたちの中にもいると思うんですで。私は幼稚園に関わっていますが、えー、幼稚園、子ども園に行くと、何でしょうね、こう先生方が、 対そうですね、いろんな子どもがいますが、あの集団の中になかなか入れない子どもであったり、えー、体の障害を持っている子どもであったり、いろんな子どもが支援を必要とする状態でいると思います。で小学校、中学校、高校と年齢が上がっていっても、いろんな発達段階の子どもがいて、いろんな支援を必要としている子どもたちがいると思います。で当然支援学校や 児童館学童館学にもそういういいいい支援を必要ととしてるる子どもたちがいると思いますでこれを全部あの一色単にしてしまうのは問題なのかもしれませんけど私としてはどの立場の支援者でもどの講師の支援者にも何か共通で大切な基本姿勢があるんじゃないかなとそれを改めてしっかり考えるということが、えー、必要ではないかと思っています。